はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーです。ってことでね、バイオハザードリベレーションリベレーションズ2、はい、はい、世紀エンドの方を見るためにね、そう、前回は絶望、今回は希望。はい、名前も聞いてなかった。どこかに隠れてるかもしれないわ。ね、前回私が甘かったんで行けなかったってことなんで。そうなんです、私が頑張らないといけないっていうね。俺そのやつでもうついにニールを殺してしまったんで、次はモイラにねやってもらおうかなと思いまして。はい、バールで殺してもいいですかね。いや、拳銃で殺さないとトラウマが。ねえ、ニールは何のためにこんなところに来たの。知らないよ。わからない。なあ、本人に聞いてるしかないわ。ビアいらないわ。バールせっかくマックスまで強化してるんで、ボス。そうですね、で戦闘で使いたいね、とりあえず。いきますよ。はい、で一応ね、あの改造の場所で、うん、シカゴタイプライターですね、が手に入るっていうことなんで。はい、私はバイオハザード4で使ってますけども。メイン武器ですね。あ、強いよ。よいしょ。えぐいぐらい強いからね。マジかい。うん、またなんで忍者ついてるの。え、なんで忍者ついてるの。知らん。どういうこと。確かに。なんでナタリアはつかないのに忍者はつくの。気をつけて。うん、あ、もう肝臓がいるんでしょ。分かったよそれ。はいはい、とりあえず話だけ聞いたらいいんでしょ。気づいて。その男はプロメテウス、神を裏切り庭に捕らえられた男。早く開けろ。ニールはどこ。もうなんで先にいるの。え、なんで待ってるの。なんか開くかなと思って。もう行けんじゃない。ロックされてるわ、まだ。そうだろ。はい、開いたぞ。いいよ、さっさと行こう。とにかくニールを助けないと。あそこで手に入るじゃん。わーい。もうちょっとね、文章とかの方はね、省略させてもらいます。あるじゃん、シカゴタイプライター。シカゴタイプライターダンスあるじゃん、ね、ダンス制限じゃないんだ、無限じゃないんだ。でも威力が90、今持ってるやつが60。うん、うん、ダントツ強いね。外して、はい、入れ替えと。1個しかつけれないんだったら私はロングマガジンだと思うね。私はそう思います。うん、オッケー。どうすか、中を探しましょう。まあまあいいんじゃないの。いいんじゃないのって。私結構好きなんでね、その時期。175発も入ります、ボス。敵がいるんで気をつけてくださいよ。いや、試したいから来てんのよ。はい、ちょっと攻められて、おい、押されてるわ。押されちゃってるわ。あらら、ボス。いや、これなんか派手るやつだよね。うん。うわ、めっちゃ強い。ちょっと待って、音がエグかったよ。音がすごいぞ、これ。音がエグかったよ、今。音がエグかった。さっきのはお前、出した赤音してたの。今、行くぞ。今なんか、鍵取りに行かなきゃ。ああ、お前。すぐ弾なくなりそうやねんけど。そうだね。100% そうなるんでしょうね。あとは2回とかやな。そうそう。そこを開かないんだよね、まだ。うん、2階のあの扉からだよね。そうそうそう。で、ギガン取るんだよね。そうそうそう。こいつらは死んでる。3発ぐらいで死ぬわ。マジかよ、次だ。うん、ちょっと、撲殺やめて。強いわ、めっちゃ強いわ。マジ？うん、3発でやれるもん。めっちゃ強いよ。お、失敗した。ライトだった。違うの、この間画面がめっちゃ汚いのよ。知ってる。どうせしないやろ。うん、もう治った。やっぱりこの工場普通じゃない。でもここでしょ。はい、入りますよ。はい、
じゃあ、もやさん、あとよろしく。はい。じゃあ、撮ってよ。はいよ。どういう仕組み？まだかな。崖のおばさん、まだかな。あ、いいよ。あ、ごめん。アイテムいっぱい。じゃあ、撮るわ。あ、いける？はい。はいよ。素晴らしい。ね、この鍵取って下だったね。下ですね。敵配置されていくから気をつけてね。大丈夫よ、私強いから。そのマシンが見てかえ、ガチャガチャしてる。ボコ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 うるせえんだこれ。バルファイターって、あいて。バールファイターっていう中で出てきました、トロフィーが。えバールファイターっていうトロフィーが出てきますよ、ボス。それに動揺して俺ダメージ食らいましたよ。ファイターだからね。うん。こっちファイターだから。ちょっと笑いそうになった。ここなんもないわ。こっちファイターだから。じゃあこの鍵開けましょうか。はい。私ファイターだから。うん。バール使いだからね。あー、頑張ってな、足元。あ、これだ。これ。いいよ、はい、オッケー。はい、ゲッター。ナイスデイズ。いただきストーリーだね、これ。うん、さあ、網膜開けに行くぞ。気をつけてな、敵に。上だったよね。うん、上にも多分敵さ配置されてるから。まあ、バール無双してくれよ。うん。おるわ。行くの？殺しに行くの？オッケー、倒れたら終わり。ナイスキルです。ナイスお命。いた。さすがに重さで振り負けるね。うん。ただこっちのバールをなめんな。いた。遠距離で来んの。いや、助けなんていらない。助けなんていらない。ボス無双してやがる。私に助けなんていらない。誰と遊んでんの。したい。もう行くよ。ちょっと待って。あ、いいよ。眼球取りに行くよ。でちょっと待って。はい。なんか本物の目玉みたい。何に使うのか。ギガンだからね。うん、何使うんでしょう。うん、私速攻倒したよ。シカゴタイプライター。音楽認証。工場にしては厳重すぎるわ。よし。なんてことない。マグナムの弾。オッケー。でもね、こう私ね取れないんだよね。取るわ。こんなもんかな。取った？モイラ見て。まだ。死体のお腹の中。これ。だから女性にそんなもん触らすんじゃねえよ、バカ野郎。でもどういう意味かな。さ、地図もありますよ。一個目いいのよ。はい。まだ足りないみたい。えらい先行くね。うん。なんか獣臭い。動物がいたみたいね。あ、ポイントは重要ですよ。ポイント重要。ボスもどんどん敵を倒したらポイントが入るんで。そうだね。うん、スキルのおかげで。やっぱ私先行だよね。そうですよ。ほら殴れ。強い。ちょっと待って、これなんか派手ってないけど大丈夫か。派手ってないわ。文章いいでしょ。ちょっとアイテムを取るわ。あとまず、うん、よし、100円は重要。もう行ったんすか。私も先行ってますね。わおわお言ってるけど来いよお前。はい、光で熱処理しときましょうね。はい、お願いします。はい、熱処理します。電池切れです。死ん
信じられないくらい。はい、熱処理完了しました。一体何をどうやったらこんなことになるわけ。え、こっちやったっけ。違うな、こっちこっち。何が来る。いや、ごめん、俺そこにもまだ行ってないわ。ちょっと撲殺しとっただけやから。あ、来た、俺の好敵衆。ちょっとシカゴダイブライト出すんだ、持ってないで。ちょっと何やそんの。あ、だだす。あ、だだす。あ、だだす。何言うとんの。おい、ねえ、ねえ、はい、やった。武闘派なめんなよ、武闘派。熱々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 。ボスが燃えてる。違うとこなってる。お願い。あ、バランで。ちょっと待って、はまった。戻ってきて。え、前開けへんかった？え、いや、開けてないんじゃない？開けたらなくなるんかな。かもな。これ3つやで、また。お前や。よいしょ、危ない。オッケー。おお、今日は早いぞ。失礼、今日もやったな。この辺なんかな。おい、やる。危ない。マジで3連チャン。弾けどクソみたいだやった。うん、それハマるだけ。そこ知ってる。それハマったら結局出てこない、行かれんかな。うん、あー、ここやな、モイラ。俺の方来て。え、どこ行ったん。奥、先にボルカンがおった奥。ああ、こっちこっち。バールの出番。やっぱみんな持っとかなあかんで、1本ぐらいバール。やっぱり。うん、俺ちょっと拳銃やしな。シカゴタイプライターやったらもしかしたら開けれるかもしれんけど。撃ち抜く方が早ない、こんなもん、絶対。バールでこぜるよりなあ。うん、この缶の部分撃ち抜いてええんやろ。そうそう。しかも俺思うで、この扉奥開きやろ、うん、な、別に関係ないやん。開くな。それ関係ないねん。ちょ、行ってきて、ゼニ。はいはい。それ俺やねん。はい。別に俺でもええやろが、もうやんのよ。それやっぱゼニやろ。俺こういうの苦手やから。マジか。ちゃんと持ちつ持たれつの。あ、もう相手いっぱいや。ハンドガンはちょっと欲しいから。シカゴタイプライターって何の弾な。マシンガン。あ、マシンピストルな。そうそう。じゃあそれ一番いるやん今。そう、どんどん減っていくやん。ショットガン一番無能系。うん、だって一番楽しくないね今。俺好きやけど。開けとくわもう扉。はーい。てか開けないという選択肢はないやろ。じゃあもう開けとくわ言うて、うん、先に。ああ、なるほど、了解了解。うん、で、あとお肉すりつぶしていかなあかんねんな。そうそうそう、思い出してきた。思い出してきたな。すりつぶしてやねん。で、あの星の部屋に行くわけよな。待って、ちょっと待って。うん、それ逆や、乗る方逆や。そっち乗ったらケツから来るから見えへんようになる。オッケー。もっと血を入れろってこと。趣味悪すぎ。はい、どうぞ。ええか。うん、行くで。行きました。はい、敵に気をつけてね。うん、大丈夫、来た殺すから。うん、あ、ちょっとちょっと上だった、ごめん。あれ低い。ファースト、めっちゃ減る。はい、次行きます。はい、もう照準合ってます。オーバークックと同じ原理になってるやん。はい、次行きます。はい、落ちてきました。はい、敵来ましたよ、気をつけて。はい、何よお前。おい、何や。何や。何やお前。おい、何やお前。おい、何やお前、ほんま。
買おうか。どうぞ。ちょっと待って、なんか撒き散らかされた俺。ああ、地雷だ。うん。どいつがまず散らした地雷ね。どっちや、地雷乗っとんの。ちょっと地雷付きどっちや。いったいった、爆発魔になったぞ。おこんこんこん、ちょっと待って、よし倒した。俺も役に立つでしょ。ちょっと何急に、うん、いいよ。なんで地雷除去しとったら俺いきなりそんな急に。なんかあと1回ぐらい。あ、終わったわ。終わった。クレア、タンクから何か落ちた。はい。ちょっとなんかそれひどすぎひん？何が？なんか、いっ。これで揃った。クラウンでダメージは。逃げろ。ダメージは受けんねん。使い捨てして。ん？これ何？撃ってみたら？これで進める。ルビー。落ちた。ルビーか。うん。これ4とかと一緒やねんな。うん。5とかと。アイテム埋もるとってことやねんな。なるほどね。うん。ショットガン、多分あげるわ。ありがとう。ああ、メーカーソリッドな。赤くなるメーカーソリッドね。うん。ハンドガンいる？今100何発もあるから拾えるなら拾っとくわ。行くで。ああ、ベーカーソリッドね。なんで閉じ込めたがんのこの人ら。ちょっと弾込みたいな。ああ、なんかどんどん言うてる。ああ、なんて言ってんねん。分からへん。なんて言ってんの？うん、その通り。よいしょ。これ爆発するとこやんな、確か。え？この建物って。ほら。ああ、そうそう。窓からダイブするやつや。え、もう逃げなきゃいい。早い。え、だって時間制よ。ニールはどこなの？今罰をしたらあかんねん。分かってる。はい、オッケー。逃げよう。じゃあわし下から行くんで、バール無双よろしくね。うん、そんなん余裕やろ。だって雑魚3発やから。どういう、どれ？なんかあ、これやな。前におんねんな、今。目の前におって。おる。目の前におってくれたあのマークでわかる。これなんかランダム？ランダムやな。うん。だからこれで見に来い。だからこっちやったらもうもっとなんかえげつないもんついとんだよ、上に。まあ、いや、出ようか。うん、なんかえぐいわ。えぐいな。うん。いや、だからほんま。やっぱああいうのに見つけるの俺が最初の勘で。うん。うまいこと当たったっていうだけやったっ。もう最悪。まあ、最高やったことないってバイオハザードやなって。あの、もう今の方ぐらいで。あのシカゴタイプライターで虐殺を楽しむゲームになっとん。ああ、これ地下でジジイか。ああ、最後亡くなったけどな。そうそうそう。ごほごほとか言って。ああ、水路なんね。下水道じゃないのね。下水道じゃない。あの爆発で死んだと思っていればいいんだけど。そんなことないの。これついとんねんか、腕は。そうそうそう。塔まであと少しよ。行きましょう。そののうちは普通で、あのさっき通りでってことなんだな。うん、そうそう。あの子もニールも工場にいなかった。まあまあポイント稼ぎもあるからいいんじゃない。そうやな、どっちも。ニールの駆け引きも罠だったのかもしれない。はい。で、おっさんに銃を突きつけられるモイラさん。ちょっと。誰だ。何をしてる。まあバールで殺すぞお前。銃を下ろしなさい。このおじいさん、テラセーブの人。何の話だ。このおじいさん、どうやって生きとったこの長年。なあ、娘、行かれたんやろ。そう。お
復讐の機会を狙っとってことやろ。そういうこと、そういうこと。一緒に逃げないと大変だよ。ぬほぬほ、ここは俺の故郷だ。出る気はない。なんで、なの美しい島を監視員すべてを奪い去るよそ者ども。ないわ、はいはい。お前たちにどんな災いが起ころうと俺も知ったことか。そうやな、うん、大丈夫。俺もお前に何があっても何の興味もない。何も取ってないの。何も取ってない。てか大体取ったやろ。なんであの態度、誰かさんにそっくり。こっちないわ、何も。私が左に行こうって言うと右に行く感じよ。あの水門は閉めへん方が良かったよな、確かな。武器が奥にあったからな。失敗なんかしようもんなら、うん、本当にもう最悪なの。あの門？そうそうそう。これ閉めたら行かれへんってこと？そうそう、閉めたら武器取れへんかってバリーさんが。こっち。俺？しかもタトゥー入ってこない、背中に。もう入ってんねん。なんて書いてるか知らんけど。もう、もう分からへんわ。自分の体やけど分からへんわ。これ墓やん。これ墓じゃなかったっけ。お墓。ここ、あの塔の中だよね。一番目が何やったっけ。墓がないやったっけ。首、そういえば。いや、墓がないやろ。墓がないやつ、そうそう、それそれ。塔のはずよ。墓がなくて後ろ側に目顔がある。それ後ろに顔がある。こっちじゃなかった。あのはみ出たとこやね。こっちやな。ここら辺じゃなかった。うん、顔探して。顔俺見えへんで、暗くで。これええよ。で首がないやつの三つ隣の後ろやねんな、うん、前じゃなかった。こっち前や。これじゃなかった。大丈夫。これの1、2、3のこいつじゃなかった。1、2、3の正面。おそいつや。ん？押すで。うん。はい。で、首なしやな。うん。なんで取っていくね。ふわーふわーふわー。でね、ここに武器があんねんな。もうないやろ。鉄パイプの方がいいかもしれんな。あるやん。何が？ほら武器いらんって。 MPAF もう持ってんねんから。シカゴタイプライターの方が強いやん。まあそりゃそうだ、そりゃそうだ。ニールいないね。ニールいませんよ。どこに行ったのかしら。あ、もういきなりボスの方行っきょん。ねえクレア。え、実はさ、ああそっちの部屋やっといて。一緒にいた時、プラーンさんのニールの腕輪だけ色が全然変わってなかったもん。変わってなかったらしい。いつ死ぬかわからないあの状況で怖くなかったなんて絶対変だよ。そんな、いやそれは知らん。確かに変だ。あ、これあかんねん。これゼニーがこのあかんねん。ニールでもちょっとすぐ行く。これ取られへんねん俺。いや爆発瓶とか投げたら取れるんかな。いやそういうのはやめとこう。あとパスゲット。俺、来るまでに、あの、道具、食は。あの、こっちの方やったっけな。ちょっと、これ、邪魔よ。あれ？どこじゃ？ボース！ボースどこ？1階のどっかやろ？出てどっち？1階ちゃう、1階出て、あの、その大きい階段の手前の階段のとこ。ここっすね。うん。ウィース。こんなもんかな。そこ、そこ、まあ、別にこいつの話はどうでもいいんやけど、うん、こいつの話を無視して、じゃあもう次行こう。ボスのとこにさっさとニール倒そう。はいよ。ニール倒して終わろうもん。うん。なんか奥の部屋やったっけ。そう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 。で、あとモイラ頼んだね。任しいね。ニールなんか雑魚やろあんなもん、うん、そない豊かて。豊かてやね。うん、これクレアじゃないとできひんってやつ。え、
いや、ハーブじゃないよ、これ。あ、これね。うん、これクレアって。はい、5指名入っとんね。5指名入って、ウイルス注射の。ニールのリスト。テラセーブ。モイラ、ゲーブ、クレア。みんなの名前が載ってる。まさか、島に囚われたメンバーだわ。クレア、それってやっぱり。ね、見て。で、映像で。そうそうそう。わかると。アレックスに合ってるニールさん。うん。アレックスあの人型がどうやったらあのビースト形態になれるんかがよく分からへんけど。で、あーニールさんあれやで、あの炎が弱点やから。うん。あのだからあの黄色い箱ぶっ壊せるか、うん、あの火炎瓶をぶつけてくる。そしたら弱点っていうか出てきますね。うん。いやもう打撃でしばき続けるから大丈夫。結果これに勝るもんない。俺の作戦とかもどうでもいいと。え、いや、そしたら勝手に寄っていくやろ、あの箱のとこに。あ、まあまあ、そうそう、で勝手に燃えてくれるやろ、うん、でまたずっと打撃し続けるだけ、うん、もう飛ばされんの。飛ばせました。ここええやろ。はい、じゃあ続き領域やっていきましょう。トパーズはいる。もう金しか身にないもんだ俺。え、そらせん金やで。あ、来ましたね。来た。マグナムを使おう。俺はじゃあ遠距離から戦おうかなと思ったけど、近距離で行くよ、こんなもん。遠距離っていう選択肢はあんの思いだで。ない。とことんぶっ込む。うん。まあ、もうこっちの時間の都合もあるからな、うん、もういちいちこんな雑魚に時間かけてられへんねんな。これ飛ばせんのかな。うん、行きますよ。キャー、助けて、襲われる。うい、よこら、このハルクが。信じてたんだ。おい、お前は超人ハルク風情かよ。お前、おい、死ぬぞお前。この超人ハルクぐらいが何言うてんの。待てよお前、こっち強化されたんだよ。来いこら、超人ハルク。超人ハルク、うるさいお前。熱いになると思う。臭い、超人ハルク。臭い、臭いよ。早く終われよお前。どこ行った、どこ行く、どこ行った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 。もう超人ハルク来るさよ。えぐい、やり方が、やり方がえぐい。もう第2期だよ。ほらほら、もう出てった出てった、ずっと出っ放しや。ほら潰した。シカゴタイプライターも強かったけど、やっぱそっち強いわ。一回で死んだぞ。終わらした。あ、弾いっぱいあるわ。ちょっとマシンピストルの弾探しといて。え、あれやろ、一個しか今回潰してないから全然ないやろ。え、あいつが。あ、ほんまやな。うん。じゃあ、行きましょうか。はい。じゃあ、銃取ってな。俺は何もせえへんから。もがくわ。オーバーシア。いた。おい、おいら、おら、お前、エレベーター止まってもたやんけ、お前がその叩くから。衝撃感じした。そうや。外に出てみましょう。はよはよ。あ、くれや。ご指名や。はい。ご指名いただいとんね。ご指名入ります。ご指名入ります。延長ですか、延長ですか。延長でした。延長に。ちょっと痛い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 。バルフラーレン、バルフラーレン。シカゴタイプライターで腕打って。シカゴタイプライターで腕打って。せっかく武器手に入ったのに。そんなナイフでやるより、うん、痛いねんって。だから痛いねん。バールが、バールのようなものと刀が背中ガッツン当たってんねん。こっちほらめっちゃ吹き飛んでるから。
ほら、ボス動いてな、うん、なんか方法見つけてな、俺はボタン押さへんから。無茶するね。方向キーかな、分かれへん。何も書いてない。モイラはとりあえず銃を取ってって、うん、だってそう、急でしょ、後ろ。ちょ、なんかしつこいね、ニール。ちょ、そもそも俺の方が近いのに、なんで、なんでそっちが取れたの。ほら、ああ、めっちゃ遅いで、でも。いけいけ。ちょっとクレア、頑張ってよ、我慢してよ。あ、なんか出てる。トラウマ、トラウマを回避しよう、トラウマを。でも、日本刀使えんねや。オッケー。やったぜ。こんだけ打たらこいつなんともできへんのやったら、多分バールの方が強い、うん、そうやな、うん、バールの方が強い。くたばれクソ野郎とか言いながらな。あの、助けてもらっていいですか。今回ドラム缶一本で終わったからな、うん、あの爆発、うん、えぐいぐらい、えぐいぐらい水浴びた時、えぐいぐらいリンチやったで。大事聞いてないよ、俺は逆で見えたぞって。ボスが怖いこと言ってたもん。そのまま、そのまま、そのままぶったたいたったから、ね、すごいわ。やっとこれエンディング、希望への第一歩です。道筋が、道筋が、うん、あとその何 BP ためんとストーリー変わらへんしな。そうそうそう、はい、クリア。1分以上残して脱出する。まあ多分あれ、隠しポイント、あ、モイラで隠れたアイテムを7個、ミダリボックス4個解く。うん、だから1個取れたってことか。ライトでひるませるってやってないもんな。やってない。てか全然ライト使ってない。速攻お前撲殺しに行くやんかね。そうやね。はい、 S でクリア。恐怖を乗り越えて、BP4680 ゲット。アイアンヘッドハンター。ああ、私だね、多分あの、あ、やらかしてね。あの、なんか斧持った人をボコボコ殺して、バールファイター、バールファイター2000って大きいて、うん、だって結構1回で4000ぐらい溜まってるよ。うん、あ、強いよ。 このチャレンジメダルの数で多分あのこのかける 1. 何倍になってるんや。だから取れば取るほどいいしっていうね。あ、そういうことね、うん、あのミッションね。命中下がるね、シカゴタイプライターな。あ、だって死んでても撃ってるからね。でも、うん、でも多分それは下がってるかどうか分からんけど、まあまあやな。はいはい、ということでね、うん、希望への、え、希望っていう、そう、エンディングね、エンディングへ向けてあの再始動しております。これまだシーズン2じゃないですよ。そう、 1.5、 これまだまだ1の続編です。うん、はい、ということでね、あのそっちの方のエンディングを出した後にね、はい、シーズン2ということで、はい、ちょっと隠れた武器の方もね、いろいろ捜索して、ね、はい、うん、取っていって、はい、まあ、最後はモイラを日本刀にする、はい、これをね目指していきたいと思います。はい、であとそれと同時並行ぐらいで、はい、そのサブストーリーの方もあれどうなんだろう、2人で割れたら2人でやるし、1人でやるんだったら、まあ、僕1人でもいいんですけど。そうや、ね、どっちも使ってるキャラがそうなんで。そうや、ね、はい、ちょっとその辺も確認してやっていきたいと思います。はい、ということで、ね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。あとですね、ゼニーの方がやっております、ホワイトデー学校という名の迷宮、あとね、私の方がやってますアンティルドーン並びですね、はい、ドラゴンボール Z、カカロットということでね、そちらの方もね一応見てみてもらえたら、はい、あの幸いでございます。はい、ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。